朝日姫造朝日姫、朝日姫天正18年1月14日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。豊臣秀吉の威夫妹とされるが、同等妹とする指摘もある。徳川家康の性質。名は、朝日と言われる。家康との結婚後は、鶴ヶ御前と呼ばれ、死後は、法名の南明院でも呼ばれる。天文12年、当、近網、母。 中の娘として誕生し、尾ワ国の農民に嫁いだ。織田信長に仕えた、秀吉の出世と共に、この夫も武士に取り立てられ、佐治雛高美を名乗った。最初の夫であった佐治雛高美の死後に、織田家臣だった添田陣兵吉成に嫁いだという話もあるが、佐治雛田守は離婚まで死んでいなかったとする話も、あり、相互に矛盾する。 様々な伝承が存在して、天正十四年以前のことについては、はっきりしない。天正十四年、秀吉は妹を強制的に夫と離縁させた。2月22日、織田信夫の家臣で、売信に当たる滝川武尻、肘方勝久を使者として、三河吉田に派遣し、堺中治を介して、徳川家康を懐従するための縁組を持ちかけた。家康はこれを了承し、 坂木原康政が代理として上落して、結納を取り交わした。朝日姫は4月に、大阪城を出て、樹楽台に入り、5月に、浅野長政、富田智信、津田白左衛門、滝川忠太夫等を従えて150名余りの花嫁行列は京を出発し、途中、信尾の家臣、小田中松と、滝川竹尻がさらに加わって、11日、三河西野に達し、 14日に浜松に至って、家康の性質として徳川家に嫁いだ。この時、家康45歳、朝日姫44歳だった。朝日姫は、駿河府中に日構えたため、駿河御前と、以後呼ばれた。家康は、今月が住んでも上落しなかったので、大満所が、岡崎の駿河御前を訪ねるという形で、さらに、人質となり、 家康は上落して秀吉との和議が成立した。その後、天正16年に母、大万所の病気の見舞いを理由に上落したが、しばらくして解放に向かったので、9月9日、駿河に帰国した。次の上落時期は不明であるが、受落台に住んでおり、天正18年の正月に病気になって14日に死去した。去年47。この頃、家康は、 小田原ら伐への出征準備中であり、もうして、京都府京都市の東福寺に葬った。駿河御前の晩年は、病気がちで臨済州に帰依しており、法名は、南明院伝光室州を大前に。東福寺達中に南明院があるが、これは家康が駿河御前の菩提を弔うために後に建立したもので、ある。 臨在宗においての徳川将軍家の菩提寺となっていて、道院に肖像画も所蔵されている。また、家康は、駿府の大雲山随竜寺にも墓を作っており、秀吉も小田原征伐に向かう途中にこの寺を参詣して冥福を祈り、追福するための供養塔が建てられ、寺寮を喫進した。相当宗の同時での法名は、随竜寺殿光室総局大前上に、 ありがとうございます。